はい、最後に神田から一言皆さんにご挨拶があるということで、はい、神田お願いします。はい、はい、今シーズンも皆さんとステージショーから一緒に盛り上げることができてとっても楽しかったです。ありがとうございます。はい、今シーズンはいろんなイベントがあってとっても濃いシーズンを過ごすことができたんですけど、皆さん楽しんでいただけましたか？楽しかったね、最高。ありがとうございます。私たちに頑張ってねと声をかけてくれたり、皆さんの笑顔や拍手を聞いて、私はブルーレジェンドとしてライオンズを応援することができてとっても幸せだなと感じておりました。今日も最後の最後まで皆さんと一緒に球場を盛り上げ、ライオンズへエールを送っていきたいと思います。今シーズンもライオンズそしてブルーレジェンドを応援してくださりありがとうございました。本当にね、はい、私たちも幸せでしたけれども、ちょっとレオ泣いてる？泣いてる。泣いてない頑張れレオ、頑張れ。あ、これナスルチャンス、ナスルチャンス、ちょっと気抜いてたけれども、もうじゃあちょっとさ、最後だからさ、ちょっとなんかステージっぽく、じゃあ今前列に来た人一番前に来てなんかご挨拶みたいなやる？あー、舞台でよくある、はい、もっとターテンコールじゃないけど、あ、一列に入る？入れ替わろうかと思ったけど、あ、一列ですね。じゃあカンナの掛け声でなんかしちゃう？僕は、ね、皆さんと一緒に声を出して、ね、応援できたこと、あとマスクがなくて、ね、皆さんと一緒にいろいろ触れ合えたことがとっても楽しかったです。はい、ということで、じゃあ私たちも、本当に MC は、ね、はい、盛り上げるだけでもうほとんどのことをブルーレジェンドとレオとライナーが、ね、やってくれたけれども、はい、それでも、ね、本当に素晴らしいステージ一緒に作らせていただいて幸せでした。